えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます、えー。今日はラインナップ紹介ですね。まあ、在庫品のあるものをご紹介をしておりますが、これも打本の定番になりましたね、えーと。ビスクエボでございますで。このビスクはですね、うちに初めて来た時はまだビスクで、えー、ホイールが406だったんですよね。で、ある時からビスクエボってまあ、451に、えー、ホイールがでかくなりまして、その頃から なんかその車両の個性がバシッと明確化されて、えー、今に至るなというふうに思います。個人的にはホンの最軽量モデルでミュウっていうのがあるんですけども、あのー、僕はミューよりもこっちの方がなんか走りに振ったというか、えー、ギンギンに行くなという印象を個人的には持っておりまして、えー、その心は、えー、フレームがこう全体的に重心がやっぱ低いですよね。 低重心でやっぱ安定した走りができるんではないかなというところと、えー、キャスター角なんかを見ているとわかると思うんですけど、多分おそらくハンドリングとしてはかなり穏やか、えー、直進安定性をちゃんとこう念頭に置いた、えー、ものになっているなというふうに思いますし、フレームもなんだかんだ言いながら、あのビスクとして出てきてすぐの頃よりは、 ねじれ剛性を,にをだいぶ追求するような形になってきて、それがターンほど硬くはないという、まあ、絶妙なところに落ち着いているなというふうに思います。で、やっぱりその特徴的なのは、そのフロントダブルですよね、いわゆる二重段変速に最初からもなってますと。 えスピードのね、ファルコとかね、バージの N8 なんか買ってくれた人にフロントダブルもできますよ、みたいな話になると思うんですけども、それ買って後々やるぐらいだったらもう最初からなった方がいいんじゃないとかっていうようなことが最初からなされていますというところは多分やっぱポイントが高いんでしょうし、キャリパーブレーキがついてますというところは、なんかその、そう。 スポーツ心というかそういうのをこう刺激するような演出が最初からなされていると思いますしそれに見合ったような走りをしてくれるようなというふうには思いますで実際うちの方でですねどんな形で売れていくかというとやっぱりまさしくその通りであの折りたためるあのロードレーサーのようなものを求めてるという方結構多いですね。 ポジションとかね、空いたところも念頭に置いてっていう話になってくると、もう k g s の F20 とか、あっちの方がいいっすよみたいな話になるんですけど、そこまではまあちょっと行かなくてもいいと。だからまあフラットバーロードっていうのは昔ありましたけど、あれに近いような何かっていうのがっていう人にとってのは、これはもう唯一無二の存在としてやっぱ響くんだろうなというふうに思います。で、やっぱりそ,れそういうものとして、しかもそういうものとしてちゃんと使ってくれるなという印象は、 あるなとそういう使い方をしてくれる人が多いなというふうには思います。で、そうなった時に、えー、マシンマニアックな人とかになると、あれこれいじりたくなっちゃうんですけども、まあ、そういういじる必要もないんじゃないっていうようなところぐらいまでね、ちゃんとこう、選び抜かれたパーツで構成されているなというところもわかりますので、まあ、それもやっぱり素晴らしいなというところになってまいります。えー、これね使って まあ、えーと,ね、とあるお客さん、東京の方からね、こっち転勤で見えてる方が、ビスクをお求めになりまして、えー、里帰りの時にね、飛行機で持ってったと。でもう帰省先でね、ぐいぐい乗りまくって、すごい楽しかったですというふうな話をされたこともありますよね。なぜして元が軽い自転車ですから、あれこれやってみようという気になる。でその上で行った先で、やっぱギュンギュン走りたいと。ね まあ、タルタルーガとかね、F20 とかみたいなロングライドっていうのをなんかね、もう1日100キロ2日も3日も続けるとかいうようなことじゃない。ね、いわゆる日帰りのサイクリングをで全,全力で楽しめる、あのー。一生懸命走ってヘロヘロなれるぐらいまで自分を追い込みたいと。そういうような人にとってはなんかこれすごくわかりやすくていい自転車なんじゃないかなというふうに思ったりするところでございました。えー フレームのね細かい仕上げなんか見てもすごく手の込んだ作りをしてるなというのはご覧いただけると思いますのでぜひぜひご来店の方を待ちしております。